ドリチーです。僕のバイクはホンダ VT250F インテグラ1985年製で、新車で買ってからもうすぐ39歳になります。今日は僕の町、愛知県豊橋市を走るチンチン電車、豊橋の人々は市電と呼びます。道路に敷かれた線路を車やバイクと一緒に走る路面電車、その全路線を VT250 で市電と一緒にただ走るだけの動画です。まずは僕のバイクをご覧いただきましょう。約40年も前に製造されたバイクですが、僕は新車の時から今日までずっと大切に自分でメンテナンスをしています。まあ年齢が年齢ですからピカピカってわけじゃないですが、結構綺麗さを保ってます。たまにへそを曲げて不調になりますが、その度に僕は一生懸命直してほぼ完全な調子を保っています。豊橋の市電のことを紹介します。僕は生まれたら自分の町に市電があったので当たり前の存在なのですが、全国でも17の町にしかないそうです。豊橋の駅前から東へ伸びて終点の赤岩口までの 4.8km、 赤岩口の手前、伊原から運動公園前までが 0.6km、 総延長 5.4km の路面電車です。2008年に購入したホットラムという車両だけが新車で、他はすべて他の鉄道会社から譲り受けた中古車です。
赤岩口まで来ましたので、ちょっとここでブレイクタイム。つい先日この VT がガソリンダダ漏れしました。全く予想外の原因だった上に第2第3のトラブルが続発、最後にはエンジンが全く吹け上がらなくなっちゃったんですが、根気よく一つずつ直して完璧に復活しました。さあ赤岩口から駅前に戻りましょう。
いかがでしたか？ VT250 で市電の全路線をただ走る、僕の街豊橋の雰囲気を感じる一つの風景です。いつもドリチーファンズをご覧いただきありがとうございます。ドリチーでした。じゃあまたねー。